皆さんこんにゃちは、おねこママです。今日は七夕の日ですね。で、七夕の日にちっちゃい子猫ちゃんを保護してきました。娘の職場で一人でうろついてたみたいなんですけど、ちょっと私の方が引き取って病院に連れて行こうと思います。で、可愛いですよね。とってもちっちゃくてですね、やっぱり通りで小さいなと思ったら、生後 1,2 週間だそうです。まだで、まだ自分の力でミルク飲むことができなくて、排泄もできなくて、まだまだ親猫ちゃんを欲している時期なので、とりあえずもう入院することになりました。これから入院するのでちょっと心配ではあるんですけど、ドクターに任せた方が安心かなって思いますね。とりあえず猫たの時も、子猫の時、保護された時も入院していた病院でお願いしてます。頑張ろうね、入院してね、大きくなって引き取りに行きたいと思います。まだ名前もないんですけど、三毛猫ちゃん頑張ってね、迎えに行くからね。よし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 。